皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はアースディフェンスフォースアイアンレインのワミツ紹介をしていきたいと思います。油断大敵、巨大兵器に気をつけましょう。ビーグルに接近して丸ボタンを長押しするとそのビーグルに登場できます。動きを封じられたら一旦の終わりです。パートナー接近は禁物です。そうですね、ピンクフットの月に生まれた歩行兵器で、2039年にロールアウトした最新兵器で、機動戦から白兵戦をコンセプトに添えて設計されました。では続きまして、さらなるオメックが登場します。氷河の急のメカに登場します。とあるミッションに窮地に陥ったブラスト小隊に輸送部隊が最新型のウォーメックを投下したようです。男のロマンと強大な火器で武装した究極のウォーメックに注目です。完成形を迎える時速歩行兵器が量産されて各地に配置されれば人類の勝利も現実味を帯びるでしょうか。まあそうですね、アースディフェンスフォースは以前紹介した地球防衛軍5とはちょっと一線を意識する作品ですね。まあ地球防衛軍、まあ一回ウサギちゃんは遊びたいというそういうなんかバーチャル YouTuber のやつがありました。それでちょっとプレイを見たんですけどね、まあ面白い感じになりましたね。まあ、舐めてかかると痛いということがわかりますね。今作でもそんな感じが醸し出されているそうですね。というわけで今回はこの